はい、帝都大崩壊のパート3でございます。桜田先生実況アザラシです。どうもこんにちは。こんばんはかな、おはようございますかな。めちゃくちゃお腹痛い。昼間に牛乳1リットルパックで飲んで、なんか胃の調子がおかしくてね、胃の調子がちょっとおかしくて、これはないでしょう。これはない。牛乳を1リットル飲んだらもうずっとお腹痛い、胃の調子が悪いな、なんかプレッシャーっていうかストレスみたいなのがかかってね、胃の調子が悪くなって痛ーってなってて、どうにかならんかと思って牛乳を1リットル飲んで、1リットル飲んだ牛乳のせいで今度また下痢みたいな感じでお腹痛くなっちゃうっていう、手かなり落ち込んでる。服しゃあないな、普通に話しかけるか。何のためのこれは、胸見て下がるってだけか。さっきの雷のことかい。私子供の頃おてんばで、というか一緒に買い物に行かなかったことについてはちょっとぐらい咎めてくれないのか。多少いさめられたい、悪さをしたら多少いさめられたいっていう、そういう欲がある。世紀末リーダーで、すると突然さくら、雷さんが怒ってるぞ、早く隠れよう。さくら、雷様なんか通ってないもん。カチャカチャ。そしてたけし声全然出てないやないか。子供の泣き声の声が全然出てないやないかい。下手くそか。たけし君は雷様のおへそを取られたんです。なるほど、目の前で幼なじみみたいなたけしが雷に打たれて丸焦げということか。これは仕方ないね。いつかおへそ。しいでしょ。後部に乗って戦うパイロットが雷様を怖がるなんて。仕方ないんじゃない？これは。ねえ。いやでも正直言ったさくらくんがあそこまで取り乱したのには驚いたよ。いや仕方ないんじゃないって共感してあげたもん。恥ずかしくて死んじゃいそう。そんなことないよ。君があんなに取り乱すなんてちょっと驚いたけどね。異様に雷を怖がる人いるよね、時々ね。猫とか犬とかね。地下でも聞こえるんか。うわー、どうした。おほほほほほ、わらわの払った式神がこうも役に立とうとはな。なんという恐ろしい、この自分の陣地の中に敵のボス級がいるのの怖さってすごいよな。さあベニバチ隊よ、このちっぽけな劇場を瓦礫の山にしておしまい。これは恐ろしい、もうどうしようもない。卑怯だぜクロノスカイ。しかしこちらも本拠地を叩こうとしていたところだった。紅の魅力、どうしてるんでしょうね。うち桜班にひどいことしてもうたな。みんなとにかく今は5人で持ちこたえるのよ。5人もいれば大丈夫だ。死守する。5人でって言うけどさ、最初戦ってた時は4人ぐらいだったよ多分。4人ぐらいで雷様が怒っているさっき冷静だったのに。さくら君しっかりしろ。この音は雷の音ではない、爆発音だ。まさかクロノスカイが。さくら君伏せろ。入り口が瓦礫でおへそ取られちゃう。今のボイス聞きたかったかな。よし、力強く抱きしめる。こっちだ、男ならこっちだ。さくらくんごめん。狼さん
こんなシチュエーションが実際あったらそんなもん惚れてまうわ。さくらくん、もう雷様は心配いらないよ。どうしてって言われましたよ。俺がずっとこうやって抱いていてあげる。こうやっていれば雷様にはさくらくんのおへそは見えないからね。なんていうすけこまし。それでいいんだ、大丈夫、俺がついているから。なんというすけこましでしょうか。こんなの許されるのはイケメンだけ。さくらくんは雷が怖いことを気にしているようだけど、そんなこと全然恥ずかしがる必要はないよ。でももし雷が鳴っても、俺が、そして帝劇のみんながさくらくんを守ってあげるよ。歯の浮くようなセリフを分かってくれたかい。よし、じゃあこの更衣室を脱出する方法を考えよう。この中に何かヒントがあるの？瓦礫が、出口が塞がってるよね。こっちとか。何とかと言われましてもな。爆弾でもあれば。壁じゃなく、実は床にヒントがあるのか。床に何か落ちてないかな。床になんかある？ないけどな。床。初見プレイかというぐらいのわからないぶり。この辺とか、これなんか、これをほう、それは見えんぞ。お、うまい具合に弾が入ってる。よし、これを使えば壁を壊せるかもしれない。おほほ、口ほどにもねえな。すみれくんがまさか16歳だったとはっていうことがすごく衝撃なんだが、16って若いな。子供だな。年上だと本当に思って、大神より年上だと思ってた、ずっと。違った。力学上のポイントさえ抑えれば、この程度の爆発でも岩砕けだった。本当にそんなことができるんですか？まあ、こう見えても士官学校では首席だったんだよ。強い。俺を信じてくれるかい？大神がなんだかこういうところで、あの、自分語りを。めちゃくちゃ真っ暗じゃないか。おお、そこに弾を。おお、すごいね。しかもさくらくんの霊力で爆風に対してバリアを。今の光はすごいね。霊力が高い。今の力は単なる霊力なんだろうか。とにかく難しい話は敵をやっつけてからだ。行こう、さくらくん、みんなが待っている。行くぞ。うおー、9分15秒。地下から死ぬ。待ってろ、クロノス解明。しかし自陣はもはや壊滅寸前。チュイーン、ガシン、ズーン。ここでセーブか。継続します。10分ほどですんでね。まだ10分ほどですんで、まあ10分ほど戦って片付けばよし、片付かなかったら次回戦闘かなということにしましょう。淡々とお話を進めてますね。
こんな話あったっけって感じで見てはいるんだけど。うわー、囲まれてる。ひぃ。口ほどにもなさすぎるあなた方。諦めてはダメ。諦めてはダメ。ここまでだな、小娘ども。地獄で悔やむのよい。そこまでよ。そこまで。何？さくら、お兄ちゃん。隊長、遅いで、二人とも。まったくですわ。まったくですわ。ドアを開けるスイッチはサライトの点灯しているところだ。行くぞ、さくら君。はい、ん？あはははたった2機で何ができる。ものとも行け。見ていてくださいね、大神さん。行きましょう。これはあれかい、情報見ようか。移動2だし合体攻撃はできるかな。あ、合体攻撃できる。そんなに、そんなに。さくら君けなげだな。俺と来たら、俺と来たら約束すっぽかして、約束すっぽかしてボルシチを失敗して衣装部屋に行ってたというのに。うー、しかしお腹が痛い。牛乳飲みすぎたままお腹が痛い。回復した方が良くない？ここまで来て気づいた。ボロボロだなって。ああ、そうか。タミを使いたいけどな。数人死んでも仕方ないぞ、これは。アイスの回復でなんとか切り抜けたいけど、あ、24しかいかない。24しかいかない。たまらない。ああ、うまくいけば倒せるか。カンナは一発でいけないか？いってくれ！弱った。まずいな、まずい。カンナ死んじゃうかも。どん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 。あれ？普通にカンナが弱いのか。なぜだ。カバウ、とりあえずカバウのはこれだったらスミレかな。多分カンナは持ちこたえる。怖いですね、怖いですね。持ってくれ。うー、計算通り。やはり私のこと。この連中が？ん？何かをどうにかしたらドアが開くんだよな。あれ？これか。ここまで行けばいいんか。ウィス、了解です。防御。こっちもこれか？ん？あ、これ壊せと。なるほど。えい。55。とりあえずカンナを回復させつつ。あ、な、何を。俺は一体何を。これなら60ぐらいいくんじゃない。82。先にそれをしてくれ。移動してもいいな。
ちょっと計算狂ってます。マニアで倒すべきかな。届かない。お、もう15分あと、もう15分って。そりゃそうか、初めて。ほう、わかった。話してもいいじゃないかと思うが、まあそれは二人だけの秘密だ。難しいとこだな。話してもいいじゃないかって普段だったら、普通だったら言いそうなとこだけど、ちょっと考える間がわ、それをその考えに至らなかったな。ちょっと考える間が、あ、逃げるな。逃げるったらないな。逃げるったらないな。どうだ。あ、え、結構やっぱ一発でいかないものだな。ここで必殺が使えないんだった。失念している。先に壊す。こうかな。ねえ、硬い。また間違えた。また押し間違えた。ちょっと今回はグダってんな。操作がなんかもう一つしっくりきてない。ダメ。うちも頑張らせてもらうで。行くで。なんでこんなに硬く設定してんだろうな、この置物。敵よりはるかに硬い置物が通常。お、ちょっと足りないね。ちょっと足りないね。で逃げる。あそこにいたら王家方針でなんとでもなるような気がするけど。やはり私のこと。これでいきますか。そっちが来るね。回避勝る場合じゃないんです。ため、ほう、こないだ業さんあったかなと。ほう、着眼点が素晴らしい。行こう、逃げよう。これで壊れてほしい。よし。で、ここに移動することで、そこが開くと。包囲するだけと言ってもな。この紅の魅力の本当の力を見せる時が来たようね。本当の力。え、どこに出たの？イデオとかにも言ってたけど、どこに出たの？欲しいが足りない。
カバウをサクラに切り替えてサクラに短期で突入してもらう。通常でおっと20分経過した。この辺で切りますか。魅力戦の前で切るかな。なんとか耐えられる。それはやったらあかんやつでしょ。ああ、まずい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 。こらん。あちゃー、行かれた。たらららん。見ていてくださいね、大神さん。じゃあこれも危ないな。怖いですね。ということで、次回に引き続きます。ほなまた。ごきげんよう。